で、私がいつも使っている、ガジェットの紹介をします。マスク生活を終えてやっぱりたるみ、ここの頬のたるみがものすごく気になるなって思いまして、まず一つ目はちょっとこれつけるとすごい怪しいんですけど、ヤンマンのこの EMS のマスクになります。こういう EMS のチップをはめ込んで使うようになってるんですけど、頬とあとこの目の下あたりまでしっかりと EMS が振動して、全体的にキュッとこのフェイスラインが引き上がるっていうのがまず一番いいポイント。さっき喋れるか不安だったから説明書を見てたんですけど、印象を決めるのは顔の下半分って書いてあって、確かにマスクしてると目元しか見えないわけじゃないですか。でマスク外すと、あ、こういう顔なんだみたいなギャップが多分あったなってすごい思い出して、すごく大事なんだっていうのをさっき私もこれを見て気づいて、ちゃんとやろうって今改めて思いました。首周りとかもしっかり血流が流れてすっきりして見えるので、なんかこれは本当に私が日常使っててよかったなって思う、ガジェットになります。あとものすごく軽いんですよね。このシリコンで作られていて使いやすいっていうのと、水洗いができる。私はいつも化粧水して、その後にパックを下上からはめるんですね。1回あたり大体10分経てば消える感じなので、しっかり EMS 効かせながらその空いた時間に家事をするながらで使えるっていうのはポイントが高いなと思って、すごく使いやすい。一瞬だけですよちょっと怪しくなるので、これはお家でしかちょっと見せれない姿なんですけども、見えないところで女性はものすごく努力してるんだなっていうのが伝わるアイテムだと思います。あとは同じ EMS 系、ヤーマン。もうヤーマンの何がいいかって、グラフがウェブサイトにあるんですね。なんかピンポイントにアイテムを選びやすくって、その中でも口元とか目元とかちょっとしたピンポイントのところで使えるのがこのスティックタイプの EMS になります。微電流なので痛くない、ピリピリしない。こうやってフェイスラインにもすごくフィットしますし、口元のこのほうれい線の周りとかも使いやすい、目元とかも長期フライトの時とかも使いやすいような、持ち運びしやすいサイズ感なのでお気に入りでございます。あとは個人的にスイッチを押すとこのニコちゃんがつくのが私はすごく可愛いなと思って、このマスクだと覆ったりとか、なんか外したりとか、なんかそういう手間がちょっとかかっちゃうけども、それを短縮でやりたいっていう時におすすめですし、使いやすいのでこれを愛用しています。私が着用しているルームウェアはトワルドジェフディスカントのコラボレーションのルームウェアになっております。この柄がフランスから直接やってきてるのがポイントになっています。それにスナイデルホームのオリジナルのカラーリングを掛け合わせたコラボレーションになるんですけども、あとはこのレース、総レースの部分が、ふんだんに使われているのもポイントでして、この足元のレースもすごくセンシャルで、フェミニンな感じがおすすめポイントになっています。私のおすすめアイテムはリファのシャワーヘッドです。水流を4つ変更できて、特に好きなのが Z モードっていう、かなりストレートに水流がバーッと出るモードがあって、頭皮の汚れをごっそり取ってくれるような感じの水流なんで、すごい好きで、あともう一つがミストモードっていうのが、かなりこう小さな水で、小さな細かい水が出てくるので、なんか顔とか敏感なところにこう当てるとすごい気持ちよくて、なんだろう、なんだっけお肌に負担をかけない水流があって、それもすごくおすすめです。でそのミストモードで、私ワンちゃん飼ってるんですけど、こうやって洗うんですけど、細かい霧状の水だからシャワー浴びてるの気づかなくて、すごい洗いやすいのですごくおすすめで、次リファを
持ってきたんですけど、最近ゲットして良かったなって思うのがフェイスシェイバー、顔の産毛を処理するのに特化した商品。直接歯が肌に当たらないのでお化粧してる上からも使えますし、シェイムリブーバー、何かを塗ってシェービングするっていうのがなくてすごい使いやすい。だいたいスキンケアの後とかにしてるんですけど、それもお気に入りです。これははるらさんがすごいいいですって言って、私もじゃあ買ってみようって思って買ったティファンのハート型のブラシなんですけど、これはまだ使ったことないです。結構普通のくしに比べると硬いと思うんですよ、うん、あ確かに。なのでお仕事の合間とかに使うと髪がスッキリします。以上、ちょっと私が愛用しているガジェットでした。ガジェットでした。私が今日着ているのは黒のキャミソールとロングパンツのセットアップです。女性らしいキャッシャーさがポイントになります。上もキャミソールなんですけど、胸元にレースがあしらわれていたり、パンツの裾にスリットが入っていたり、すごくデザインにポイントがあってお気に入りアイテムです。合わせているカーディガンはすごく体触りも滑らかで、ボタンのこのキャッチーな可愛いデザインもすごくポイントです。いつもこのミーゼのスカルプリフトを使っていて、お顔用と頭にも使えるもので、お風呂入ってる間とかにこう頭をガーってじーってやったりして、あとはお風呂出てから顔用はここがすごいこう柔らかくて、針がこう折れるようなむにゅっと倒れるので全然痛くなくて使いやすいアイテムになってます。なんかこれも頭も顔もなんか濡れながらやらないとすごい刺激がありすぎるので、このお顔の方もいつもなんかこういうスプレー系のものをパーってやりながらもう当てて引き上げてます。10分間でいつも勝手にこう切れるものになってて、これは本当1年半ぐらいずっとほぼ毎日夜飲んで帰ってきた日以外は基本やります。あとはなんか最近ちょっとほくろを取ったので、このビオデルマのクリーム、これが再生クリームにすごい一番いいっていうのを見て、でも送られたらもうとりあえずこれ塗ってベタベタのまま髪の毛とかやったりして、落ち着いてきたら導入化粧水を、まあ、顔に全部にブワーってやって、これを10分間やりますっていう流れです。いつもその日に使い分けて美容液はちょっと変えたりしてます。あとは保湿クリーム最後に塗ったりして、いつも終わってから寝るか化粧を始めるかっていう感じです。今日私が着ているのがダブルガーゼのシリーズと、ちょっとソルベタッチのニットをキャミソールを中に合わせてみました。ダブルガーゼはコットンなのですごい肌なじみも良くて、敏感肌とか乾燥肌とかの人にもおすすめの素材で、カフスがちょっとこう開いたようなデザインで、部屋着なんですけど外でも着れるようなシャツのデザインになってて、パンツもちょっとハイウエストの全部ゴムのシャーリングなのですっごい楽ちんで、本当お家にはぴったりなパンツかなと思います。でこのキャミソールもカップインなので、一応カップイン苦手な方とか取り外しできたりもするんですけど、夏でもちょっとひんやりなちょっと接触冷感のあるニットでおすすめです。私が普段使っているアイテムのまず一つ目がこちらです。スチーマーです。スチーマーをまず買おうと思ったきっかけがあって、めぐみさんの本を最近買って、この本の帯にスチーマーは5000円くらいのもので十分っていうのがもう最初に目に入って、すごい安いスチーマーを買いました。モデルさんの撮影とかもたくさん立ち会うことが多いんですけど、プロのヘアメイクさんが必ずやっぱりメイクするときにスチーマー当ててるなっていうのをたくさん見てきたんですけど、自分には全然使ってなかったんですけど、本当にもう4000円くらいのすごい安いものを買いました。ポイントはスチームがたくさん出ることとあったかいスチームが出ることって書いてあったんで、それを満たしてるなと思って愛用してます。これを当てながら化粧落としをしてます。いつも
なんで汚れがちょっと浮いてくるって感じで、あとは黒から出た後にパックしながら縁も当てるっていうので、よりもちもちになるかなっていうので、出やすい、なんか出てきた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 、あとこれが角度を動かせるんで、自分の立っててもできるっていうので、でも忙しい時はできないんで、金曜の夜とか土日とかに使うようにしてます。あとは前にスナイデルホームの2022年の上半期に買ったものの良かったものの YouTube の時にもご紹介してた V3 のカッサなんですけど、1年半ぐらいあの時からもずっと使ってて、リフトアップに特化した美顔器になっていて、お風呂から出てクレンジングして化粧水に塗って美容液塗った後にこれを使ってます。全然つかないあ、つきました。3段階強さが選べるんですけど、私はいつも中間の強さで、頭のコリをほぐしたいので、これギザギザって感じで、まず頭から使ってて、EMS っていうお顔の筋肉を引き上げてくれる機能がついているので、電気を通して通電するって感じで、頭使って、首周り使って輪郭の部分、外側から私はやってってます。合ってるかわかんないんですけど、多分合ってます。あとこれラジオ波っていう機能もついていて、肌をこう水分循環させて温めることでもちもちになったり、頭も明るくなるので、すごいずっと使ってるアイテムになってます。私が着ているのが、スナイデルホームのダブルパーティアのワンピースになります。先ほどリワちゃんも着ていたシリーズのワンピースのシリーズになります。私がルメを選ぶときにやっぱりすっぴん抜けることが多いので、お顔を明るく見せてもらえるような色のものを好むことが多くて、ちょっと明るめなピンクを選んでます。とても肌の馴染みも良くて、柔らかくて着心地もいいのポイントです。ティアートでボタンが2段あるので、揺れ感も綺麗かなっていうのもポイントになってます。本当にお外にも着られると思うので、ワンピースに重ねてこれを着てもいいし、ワンマイルとしてもおすすめのルームウェアになってます。はい、OK。 やばー